ラナトゥンゲ・カルナナンダは、セイロンの元陸上競技選手である。彼は、セイロン代表として1964年、東京オリンピックに出場し、男子1万メートル走で3周遅れになりながらも、完走を果たして有名になった人物である。当時28歳だったカルナナンダは、セイロンから、唯一の陸上競技代表選手として、東京オリンピックに参加した。 長距離走が専門だった。彼は5000メートル走と1万メートル走の2種目に出場した。10月16日に実施された5000メートル走予選では3組で16分22秒2を記録し13人中12位となって決勝進出を逃した。5000メートル走に先立って10月14日に実施された1万メートルでは カルナナンダは5000メートル通過時の記録が16分に43秒0で、先頭で走っていたアメリカ代表のビリー・ミルズから、すでに2分半以上遅れていた。他の28選手がすべてゴールし終わった後も、脇腹を抑えながら走り、国立霞ヶ丘競技場陸上競技場のトラックを3周、してゴールした。最初は笑い交じりでその姿を見ていたスタンドの、人々の様子は、 次第に驚きと感動に変わり、やがて優勝者にも増して大きな拍手が、カルナナンダの健闘をたたえて送られた。このレースでの彼の記録は34分21秒に、で、28位に入った日本代表の渡辺和美よりも3分、以上遅い記録だった。周回遅れになっても危険せずレースを完走した、カルナナンダの逸話は、1908年ロンドンオリンピックの、 際に、とある教会のミサで述べられた、オリンピックで重要なことは、勝利することより、むしろ参加することであろうを体現したものであり、1970年代の小学4年生用国語教科書で、ゼッケン67という題名で採用されるなどして、人々の記憶に長く残った。カルナナンダは、東京オリンピックからわずか10年後に、ボートの事故によって死去した。なお、 オリンピック後の一時期にカルナナンダと文通していた千葉県船橋市に住む男性が2010年10月にスリランカを訪問し彼の遺族とスリランカのオリンピック委員会に映像などのゆかりの島を渡している。スリランカアットザ1964東京サマーゲームサーカイブド2020年4月17日アットザウェイバックマシン2012年4月22日 閲覧。アスレチックス・アット・ザ・1964東京サマー・ゲームズ。メンズ 5000m ラウンド1アーカイブド2020年4月17日。アット・ザ・ウェイバック・マシン。2012年4月22日。閲覧。アスレチックス・アット・ザ・1964東京サマー・ゲームズ。 メンズ1万メトラスアーカイブド2020年4月17日、アットザ・ウェイバックマシン、2012年4月22日、閲覧。小学校昭和46年度版4年教科書クロニクル、小学校編アーカイブ2013年7月18日、ウェイバックマシン、三村図書出版ウェブサイト、2012年4月22日、閲覧。 小学校昭和49年度版4年教科職ロニクル。小学校編アーカイブ2013年7月16日。ウェイバックマシン。三村図書出版ウェブサイト。2012年4月22日。閲覧。戦後児童文学に表された。スポーツ及び、スポーツ館の一考察昭和51年12月20日。 ジュリ日本体育大学企業第6号2012年4月22日、閲覧。東京五輪、ビリの英雄ゆかりの品、故郷スリランカに2010年11月11日、閲覧。ありがとうございます。